はい、どうも、こんにちは、秋藤です。前回、繁茂したゾーンを見つけることには成功したんだけど、そっから一旦出てきて、ちょっと石炭をね、集めたんよ。で、こうだな。ここを下って。よし、これでまたウーパールーパーを探そうと。行ってみっかな。ちょっとこの炭鉱はスルーして、ウーパールーパー優先で。ちょっと食料が心もとなくなってきてる。お、あそこいるべ。ピョンピョンしてんのはお魚。君たちもみんな魚か。いやー、いたと思ったのに。
いないぞ。めちゃくちゃ反応してるゾーンを狙っていこう。悠長に爆破されてたらダメだな。食料が少ないんだった。モサモサしてるあたりを狙って。水があるところにスポーンするわけだから、ちょっと水浸しにしてやろう。水がいっぱいあればひょっこり現れるかもしれないと思ったらマグマを。下に降りていくよりこのモサモサゾーンを上に上がっていった方がいいのか。どっかいい感じに上がれそうなとこ、あの辺行きたいな。足場を宝石止めてしまうか。OK。これでだいぶ上の方に上がる感じにはなったけど、水
それはいかにもいそうではないですか。絶好の地形だと思う。コウモリじゃない。どっか泳いでないかな。おっ、いた。3匹、2匹か。2匹ゲット。とりあえず1匹目いらんもんポイして、2匹目、ちょ欲を出してもう一匹ぐらい。なんか両方さっきも茶色だったと思うけど、できればいろんな色の子を揃えたいよね。棒をどっかに落っことした。まあいいや。あー、ちょっと解放された気持ち。とりあえず見つかった、捕獲できた。まだいるだろう。こんないい場所絶対他にもいるだろう。どこだ。お、アメジストの洞窟だ。すげえ、アメジストの洞窟の中にも入るんだ。お、いた。いた、2匹。白いウーパールーパーを。お、待て待て。ゲット。よし、ウーパールーパー3匹。
丸石はいいや。よし。これで帰れる。お、黄色、待て待て。ここに、こいつは茶色。こいつはこいつも茶色。さっき白見つけたから茶色と、あと、黄色ゲットしよう。黄色、あれ。黄色。よし。これで3色ゲット。じゃあ、まあ、インベントリもいっぱいなんで、帰りますかね。こうとか上がれるか。このまんま海に続いてたりしたら、ラッキーなんだが。海には続いてるかもな。上が水。まだ上。あ、めっちゃ海だ。めっちゃ海だけど、このまんまどこか上に上がれそうな。つながってないかな。ちょっとこの辺出れた。よし。じゃあ無駄に戻りますかね。いや、このウーパールーパー入りバケツの絵がかわいい。
思ったよりね、ちょっとこう、獲得に時間がかかっちゃったけど、捕獲に苦戦してしまったけど、主に俺が、生息地を把握してないせいで。でもパンダに比べたらね、全然可愛い。パンダがもういつまで経っても見つかったと思ったら死んでしまうのに比べたら、楽勝だったなって。なんかすごい、マイクラしてると気長な気持ちになれるね。ウーパールーパー見つけたんで、動物園の村に戻ろうと思うんだけど、その次はヤギかな。でもヤギで、カエルとオタマジャクシどうするかよな。まだちょっとね、まだちょっと心の準備が。カエルとオタマジャクシはちょっと置いとこう。次はヤギだね。ヤギを除けば、ヤギじゃない、オタマジャクシとカエルを除けば、もう全部ぐらいじゃない？他にどんなモブがいたっけ？ああ、妖精さんはあれ、動物園は違う気がすんな。あれは動物ではないな。でも金がいっぱい取れたから、あの金を使ってあっちこっちレールでつなぎまくるというのもやりたい。結構どこからだったらいけるかよくわかんない感じになってるから、いろいろ回り道する感じで、なんつうの、環状線っていう、って感じになってるから、もうちょっとこう、線路の幅を広げたいかな。あ、動物園の村、にゃんこいなくね？ノラはいるけど。ノラはいるけど、ノラしかいない気がする。これが動物園の村。で、これがその下か。さあ、この間にもう一枚地図が挟まるんだな。結構距離ありますんでね、動物園の村到着までスキップしたいと思います。はい、到着です。到着、とりあえず寝るか。とりあえず寝て、ウーパールーパーを
どこだっけ？ここか。ここが、ウーパールーパーゾーンなんで、ここにね、話してやりましょう。よし。なんかちょっと寂しいな。パンダは、ああ、いいね。パンダもな、いろんな顔の集めたさはある。ウーパールーパーたちをどうしたらもっとこういい感じにできるか、ちょっと考えよう。なんか これだとちょっと寂しいね。増やす？普通に、あ、にゃんこちゃんと飼ってたな。オッケーオッケー。じゃああとはヤギか。ヤギな、ヤギは、とりあえずフェンスで囲うけど、ちょっと、資材がすごい。ヤギはぴょんぴょん飛び跳ねるということなので、屋根をつけるかな。でも飛ぶんだったら飛んでほしさもあるには。飛んでるところが見たいよ。でも先にとりあえず、フェンスを作ろう。これじゃちょっと足りんかな。とりあえず1スタック弱。でどこにヤギゾーンをどこにするか。結構ぎっちりしてるからな。どこにしよう。ここ今なんちゃらベリーを植えちゃってるけど、ここにすっかな。ここを、ちょっと敷地の範囲を変えるとして、このなんちゃらベリーを一回刈り取るか。待って、アイテムがいっぱいすぎるんだわ今。これはよろしくない。めちゃくちゃ植えまくってるから
石炭もめっちゃ溜まったな。まあ、めっちゃってほどでもないか。丸石は、確か、こっちにしまってたはず。よし。ほんとこの村には手をかけてるわ。イルカもなんとかしたいな。この間イルカショーを見てきて、さらにやっぱりイルカ欲しいってなったからね。これを回収。で、ヤギはね、やっぱり岩山にいてほしいんよね。最終的にガラスで覆うか。ガラスで覆うっつうか、天井をつけるっていうか。あ、違う。ただ一応の範囲としては、こう。ここももっと広げよう。ヤギゾーンもね、広めにとってヤギゾーンの中に崖を作りたいんよ。一応こんなもん。で、この角っこに崖を作りたくて、とりあえずこんな感じにしておこう。食料も交換、取引をしとこう。ちょうどお肉屋さんに用があるから。他にお肉屋さんいた。もういないっけ。いた。この残りのなんちゃらベリーもどっかに植えておきたいけど、スイートベリー、まだ寝れない。
まだ寝れないっぽい。ここがお肉屋さんの職場だから、どっか、どこがいいかな。ウーパールーパーたちが元気にやってるかちょっと確認。うん。案外動くスピード速いな。陸に上がってる時でも。あ、これはあれか。ラマだっけ？アルパカ？アルパカいなくね？アルパカもどっかからさらってこよう。で、スイートベリーね。スイートベリーは、ちょっとこれをもうちょっと奥に移動して、こうして動物園の村の敷地がどんどん広がっていく。この辺に植えとこう。あ、もう時間が。時間になってますね。よいしょ。穴開けちゃった。よし。とりあえずこんな感じで。で、ここにヤギゾーンを作るべく。いや、でも天井とかどうしようかまだ考えてないけど考えます。というわけで、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。